福島県沖を震源とする最大震度6強の地震から今日で1週間です。地震の爪痕は今なお深く残っています。今日正午時点でおよそ82億4000万円の被害が確認されています。県によりますと、今月16日に発生した地震で、今日正午の時点で登米市と七ヶ浜町で合わせて2人が死亡し、99人がけがをしました。これまでに確認された住宅被害は578棟に上っています。各市町村での調査は継続中で、被害件数はさらに増える可能性があります。東北新幹線の脱線した現場では今日も車体を切り離す作業が行われています。東北新幹線は白石市内を走行していた下り列車が脱線し、現在福島県の郡山駅と岩手県の一関駅の間で今も不通となっています。 JR によりますと、脱線した16両のうち昨日までに5両を線路に戻したということです。一部の車両は線路に戻すのにクレーン車が必要になる見込みで、すべての車両を線路に戻すにはあと10日ほどかかる見通しということです。東北新幹線は来月2日ごろに郡山福島間で、来月4日ごろに仙台一ノ関間で、そして来月20日前後には全線で運転再開を目指しています。地震で傾いた騎馬像です。現在は白いシートが張られ、足場が組まれ、復旧作業の準備が行われています。仙台城跡では伊達政宗公の騎馬像が地震の影響で傾いていて、仙台市は専門家にどのような修復が可能なのか調査してもらうことを検討しています。また石垣は2箇所で合わせて28メートルにわたって崩れ落ちたほか、石垣が前にせり出したり亀裂が入ったりしている箇所が確認されたということです。今日正午時点で県のまとめではおよそ82億4000万円の被害が確認されています。漁港施設への被害は62箇所でおよそ20億7000万円、道路施設は263箇所でおよそ12億4300万円、港湾施設は48箇所でおよそ12億1300万円などとなっています。